英母訴訟は3年8月23日は、五霊町大越中高期の県身、東京帝市の第五代当主、風合は西帝王、帝の四の男、母は陳氏玉大。広司帝15年、栄軍港に封じられた。徳高3年には、北軍左と徳福小太保、西郷里港に進む封され、治む案所に出陣した。翌徳高市4年、 正風を加えられた。副大三年、金佐節正確書水府諸衛天の平国憲兵左、相対院最国交に進む風され、県上府を開いて国政に関わるようになった。慶徳四年には元水天の平国政にしてように進む風された。清徳三年、広南の元副品の軍が進行してきた。天主の軍は、広南、元主の軍に打ち破られ、戦線は、 おさむやすと愛好一体に移った。生徳5年に帝が死去するとその後を継いだ。この時点で帝氏は劣勢を脱し、戦況は乱号一体で膠着状態に陥っていた。長年2年、大元帥手の平国政直しにしよに進む風された。長年3年、玄軍で内交が発生し、その首相の玄勇神と玄勇鏡が後位難に撤兵した。 帝母祖は派兵して、元軍を追撃させ、元軍に占領されていた七県一州を一挙に、奪回した。長年四年うるう三月五日、帝母祖は余勢を勝ってお林軍を南化させ、元氏を滅ぼそうとしたが、元軍の抵抗にあって城を破ることができず、長年五年十月に兵を都書流に返した。高平の幕義高が、この木を伺って、軍を進攻させてきたが、 これを撃退した。その後、帝母,母祖は、元氏とひとまず停戦して、高平の幕氏にあたる方針に切り替え、慶治5年に高平を攻めさせた。幕義高を清に追いやったが、後規帝からの要求を受けて、高平を幕義高に返還した。以降、幕氏は都レ長に対抗できなくなるまでに弱体化した。慶治6年。 大元帥手のひら国政直し不と父徳皇人異名、正二氏に進む風された。陽徳元年、手母祖は、再度元玄を征服しようと自ら兵を率いて南化し、四男の丁寧に水軍を統水させた。しかし、元復品の四男の元復圧師率いる元軍に打ち破られ、翌陽徳二年に絵を、互いの勢力の境界として、元復品とは役を結んだ。 この和訳により、百年にわたる和平がもたらされることになった。同年に、新で三藩の乱が起こると、高平の幕義高は乱を起こした、御三家を支持した。英治二年、新軍が三藩を撃破するのを見た。帝派派祖は軍を北上させて、高平を攻撃し、幕氏の勢力を駆逐した。並行して、幕義高が、 五三景を支持していた将校清氏に対して提示し、真の幕死への指示を撤回させることに成功した。昭和三年に七十七歳で死去し、丁寧が後を継いだ。朝廷から費用の尊豪と、佐藤志剣と、送りなされ、後に、広瀬の病号と、公母延略暗黒、海津吉武立な沖春誘導栄域文墳竹厚氏、大民作春徳、高志公栄三神望。 高光大列作り夏はじめ元推薦班、おさむ内情外保は、松村おさむ洋王の死亡を送られた。し軍校、て徳と軍校、て宇津う軍校、てい南洋てい中校、ていむねでん、派軍校、て二れ町軍校、ていし軍校、て白しら軍校、て関連軍校、てい茶軍校、ていにも軍校、てこと武き軍校、て進む軍校、て ありがとうございます。